パラマッチ TV。 こんにちは、 OHK 新人アナウンサーの佐藤樹里です。今日のテーマはこちらです。じゃん、樹里が見つけた。こちら、私佐藤樹里が見つけた物事を紹介する新コーナーです。今回はここイオンモール岡山からすぐに行けるクリスマスシーズンにぴったりなイルミネーションスポットを見つけたしてきましたよ。まずは西側緑道公園の西側イルミ2023です。街中のオアシス西側緑道公園がおよそ24万球のイルミネーションの光に包まれます。今回のテーマは光のウィンターフェスティバルだそうですよ。今回一眼レフカメラを持って撮影してきたので早速ご覧ください。まずはこちらです。はい、とっても綺麗じゃないですか。この辺り一面に本当にイルミネーションが施されていて、一つこう進んでいくとちょっとだけ色合いが変わっていくんですよね。これ今私携帯電話で電話をしているんですけれども、これスタッフの方に、はい、ちょっとお電話している瞬間を撮っていただきました。ちょっと面白いですねでこう撮ってる間にですね、この西側イルミで実はこの写真撮ってくれた方がいらっしゃるんです。それがこちらです。はい、今川奈緒アナウンサーでした。あ、ちなみにですがこの写真は私が撮っています。うまくないですか実はですね、今回のイルミネーションの撮影たくさんのハプニングがありまして、まずはこちらをご覧ください。はい、どういうことですかって思いません暗闇で撮影していたということもありまして、ほとんどの写真がブレていました。奈緒さんがですね、こう撮っているとこう、ジリちゃん早く撮ってよみたいな、寒いからって言ってこう2人でケッ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 笑ってたんですけれども、その時に奈緒さんが全然止まってくれないのでこの写真が撮れてしまったということなんです。なので私が悪いわけではないかもしれません。でも2人で撮ったとしても、こう本当に5枚に1枚だけ奇跡の写真が撮れるというのが先ほどの写真でした。そして今川奈緒アナウンサーが撮影してくれた私の写真も実はこうやってブレブレだったんですよ。どうですかこれ、もう体はちゃんとピントが合っているのに顔だけブレているってありますか。やっぱりここでセンスが出るのかなと思いましたね。はい、これが西側緑道公園で今やっている西側イルミ2023ですね。続いてご紹介するスポットは岡山駅の前にある桃太郎ファンタジーです。岡山の街を明るくしていこうという趣旨のもと1986年にスタートした光のファンタジー、夜空の幻想空間がテーマだそうですよ。それでは写真を見ていきましょう。ご覧ください。はい、はい、綺麗じゃないですか。うん、ちょっとまあ私ちょっとだけ、まあ、ピントが合っているか合っていないかわからないですが、後ろのイルミネーションがとっても綺麗ですね。このツリーとっても大きかったんですよ。はい、これも2枚目ですね。すごく上手に撮ってもらっています。いや本当に綺麗でして、ここだけじゃなくてちょっと外れたところにまた木々にこうイルミネーションがかかっているところもありまして、駅前がすごい華やかになっていて、まあ、クリスマスだなと通るたびにワクワクしてしまいます。はい、でこの写真を撮影してくれたアナウンサー実はこちらの方です。はい、私の同期佐藤理子アナウンサーでした。どうですかこれ、上手じゃないです。でもやっぱりこちらの桃太郎ファンタジーでもお待ちかねの写真がブレちゃいました。はい、どうですかね理子アナがちょうど桃太郎ファンタジーの点灯式の司会をしていたので、その仕事終わりに手伝って撮ってもらいました。でこれ撮っている時に私もう本当にブレたくないと思って、こう足を大きく開いてちょっと変な格好をしていたんですよね。そしたらそれを見たリコアナがもうすごい笑っていて、私の変な格好をたくさん写真に撮っていたので、まあ、後日それをまたインスタグラムとかでも載せられたらなと思っていますこれもブレブレですね。ちょっと見ていたら面白いです。こちらが岡山駅前でやっている桃太郎ファンタジーでした。そして実はここイオンモール岡山でもイルミネーションを見ることができるんです。晴れ待ちブルーミングウィンターイルミネーションです。おしゃれですね、名前も。
まず館内1階のミライスクエアには自然素材のオーナメントを装飾したザ・ブルーミングツリーを見ることができますよ。こちらですね。うお、とっても綺麗じゃないですか。このお花が私今撮影しているブースから見えるんですけど、本当に大きなオーナメントがいっぱいついていておしゃれなんですよ。これすごい私のお気に入りスポットになりましたね。これ遠くても近くてもまさに映えな写真を撮ることができるんですよ。そしてこのペーパーフラワーは専門のクリエーションチーム監修のもと精巧に制作されているそうなんです。とっても綺麗じゃないですか。写真もさすがという方に、はい、撮ってもらいましたね。これはスタッフさんに撮ってもらいました。とってもうまいです。私もこうなりたい。そしてこちら、はい、こちらはですね、5階の晴れ町ガーデンではプレゼントボックス型の装飾を施したブルーミングプレゼントボックスや、こう映像が流れるフォトスポットがあるんです。こちらですね。これ足元の部分ポンと立つと曲が流れて光が出てくるんですよね。これすごかったです。私びっくりしました。そして気になりますね、この写真を撮影してくれたアナウンサーはこちらの方です。やん、かわいい、藤本久美アナウンサーでした。皆さん、そしてお待ちかねですよね。いきますよ、ブレブレ写真こちらです。ね、待って待って、ブレブレすぎません？こんなにブレてましたかね。でもなんかこう逆にもうブレすぎておしゃれに見えてくるっていうこともないですかね。ないですかね。でもこの右上とかも久美さんっていうのがわからないぐらいブレてしまっているので、これもまた面白いですね。で、久美さんはですね、人の写真を撮るのがすごい好きという方でして、本当に初めて撮ってもらったんですね、一眼カメラで。画角がですね、もう本当になんていうんですか、もうプロ、私うまいと思って、私が逆にそれぐらい上手に撮れなかったので本当にごめんなさいって思いながらずっと撮っていました。でもこういろんなアナウンサーを撮っていて、私カメラマンさんの気持ちがちょっと分かりました。皆さん本当に美しくてですね、光に負けない輝きを放っていたなと思っています。本当に楽しかったです、この撮影も。皆さんご協力ありがとうございます。ということで、こうやってクリスマスシーズンにぴったりのスポットをお届けしました。イオンモール岡山からとても近い場所にあるので、ぜひ4カ所を巡ってみるのも良さそうですよね。クリスマスまで残り少し、皆さんもぜひご家族や大切な人と一緒に行ってみてはいかがでしょうか。今日はこのあたりで失礼します。バイバイ。